意を込めて球児と名付けたそうです。今まで僕は本当はプロ野球選手になりたいという夢を心の中に持っていましたが、周りの人から将来の夢はと聞かれても、プロ野球選手になりたいとは一度も言ったことがありません。叶うかどうかわからない夢を口に出すのが恥ずかしく、また聞いた人にバカにされるよりは言わない方がいいという、どこかにかっこつけた自分があったからだと思います。でも父の話を聞いてからは、子供に託した父の夢をこれからは僕自身の夢として堂々と語れるようになりたいと思うようになりました。僕が野球を始めてまだ7年にしかなりませんが、僕を支えてくれた人がたくさんいます。両親や家族はもちろんですが、小学校や中学校の監督、励まし合い競い合ったチームの仲間、応援してくれた学校の仲間や先生、そんな人たちの支えを忘れてはならないと思います。練習中は厳しくて恐ろしいとしか思えなかった監督のあの鬼のような言葉は、僕への期待と励ましの言葉だったんだと今やっと思えます。この夏優勝を心に誓って投げた中学校生活最後の大会で、僕の力が足りず1回戦で負けてしまいました。悔しくて悔しくて涙が出ました。スポーツは結果を出さなければダメだということをこの時ほど感じたことはありません。中学校では僕は試合で金メダルを取ることはできませんでしたが、僕を支えてくれた人たちから形には見えないけれどかけがえのないメダルをたくさんもらったと思っています。それらを心の財産として、今度は僕が形に見えるメダルを皆さんにお返しする番です。今は若者が夢を持つことが少ない時代だと言われますが、自分自身が夢を持たなくてどうして人に夢を与えることができるでしょう。僕はこれからもっともっと実力をつけて、将来きっと自分の夢である甲子園に出場し、プロ野球選手になって、世界中の人々の心に夢という名のメダルを送り続けたいと思います。